結局ね、裁きと罰別っていうのは分かってもらったかな、さっきの動画で。そしたらね、地域猫活動のね、猫の女性品に至れない。猫は悪くないねよ、って。罰だけもらってね、女性される品にされる。なんでってわけわからん。そうしないとあなた殺されちゃうからって。誰見て人間にでしょ。私人間じゃないのじゃないやろ、人間なんか。悪い人間がいてねって。いや、修士に連れて行ったババアやんけって思われるんで、飼い猫から。いや、ちっちゃい話けど、地域の人から。まあ、飼い猫を女性にするやつもあるけど。じゃあ、飼えないから、地域に捨てるしかないから、女性にみんなに迷惑かけるから。人間にやろ、人間がやろ。猫のせいちゃうの。だからあなたが悪くないのよって、あなたは悪くないのよって。悪くないのに罰されてんのって。いや、巨製品には罰じゃないの。いや、罰よって。罰としてお前の子孫を絶やすとか。悪くないけど、おばはんはって。悪い人間がいてみると、その猫どうしても飼いたいと思ったら、ばばあの方が悪い人間ちゃう。いやいや、そんなばばあけしからんっていうおっさんもあるんちゃう。人間があるんやろって、猫が言ってるんや。そもそもね、餌あげへんかったら猫ってそんな食えへんし。たじみなんかね、猫、冬、家見えへんかったら、餌あげへんかったら、まあほとんど死ぬんちゃう。夜の子は寒いから。実はね。で、大阪でもそうよ。餌あげへんかったら、猫なんてそんなに喉食えへんよね。実は。で、国立公園、国立公園では猫は野生生物に指定されてるから、餌あげたら、逮捕はないけど、レンジャーに始末書書かされるんだ。まあ、違反、なんちゅうかね。なんかね。まあ、動物愛護法違反、リスト、違反者リストの名前書かされるんだ。餌やりババって書いてないんだけど、格好してはな。うちも書かされたよ。大阪城公園で。レンジャーと喋ったよ。いろいろ教えてくれたよ。で、猫の虐待とか見つけたよ。で、うちめっちゃその時さ、霊感祭通ったから、猫を虐待してるおっさん使ってた棒が隠したのとか見つけて。んで、爽快屋ちゃうかって、めっちゃ祭通った、その時。爽快屋が帰りにバシバシ。で、まあ、なんでそういうことになって。じゃあ、それこそ裁判所に訴えるとは大番組だし。でも結構大詐欺だって。まあ、抜けたけど、そーっと。で、別の場所でまた猫と遊んで、今度は、大川ベリーね。まあ、うちそんなところで練習の作曲もしてたかな。うん。市内でもしとって。それで、ハスノーデンさんにも出会ったし、セーラー子のおばあちゃんの方にも出会った。で、あと、沖縄ののんちゃんにも出会った。で、ヨドバシのおばあさんにも出会ったね。まあ、そんな面白かったよ、それはね。払うんですけど、もうお金なくなってから、どん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 。まあ、ホームレスにいろいろあげてたしね、すごいけどお金なくなって。まあ、しゃあない、ね。で、まあ、あ、先生、まあ、次の日。